こういった可愛いポーズを撮らせられるのもさすがレゴクリエイターだと思います。皆さんこんにちは、自称レゴビルダー左だ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイター可愛い犬たちです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこちらは神戸のコストコで2900円で買いました。で、この3匹の犬がビーグル、プードル、ラブラドールです。この3匹以外にミニアチュアシュナウザーとパグやハスキーとロングヘアダックスフンドに組み替えることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は4480円でピース数は745個です。今回の動画ではビーグル、プードル、ラブラドールの3匹を組み立てます。ビーグル、プードル、ラブラドールです。はい、すべて完成しました。さらに組み立てにかかった時間なんですけど、ビーグルとプードルが20分かかって、ラブラドールは15分で作ったので全部で55分かかりました。犬一体一体にすごいパーツが使われていたので結構時間がかかりました。そしてこの3匹の犬以外にこんな感じの小物がたくさん付属しております。はい、まずは今回付属する小物を紹介していきたいと思います。まずこれが犬の餌です。中にはドッグフードが入っております。続いては犬のおもちゃで、これがウサギのぬいぐるみで、これが骨です。全体はこのようになっております。造形自体はシンプルなんですけど、すごいよく作られています。続いてこちらが骨になっていて、これも造形はシンプルなんですけど、すごいよく作られています。そしてこの可愛い犬たちにはこちらのボールが付属します。ちなみにこのボールなんですけど、特に模様とかはなくて、ただの赤い球体になっております。まあ僕としてはサッカーボールとかバスケットボールみたいなモールドは入れて欲しかったなって思います。で、こちらが犬のブラシになっております。ブラシについてはヒンジパーツで再現されていて、すごいよく作られています。そして最後はこちらリードになっております。このリードめちゃくちゃ完成度が高いです。ちなみに持ち手部分はこのようになっております。ちなみにリードの紐なんですけど、こんな感じでゴムパーツになっております。はい、それでは3匹の犬を紹介しましょう。まずこちらがビーグルです。近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ではプリントパーツになっていて、口は下を出しています。鼻から口の造形はこういった曲面パーツが使われていて、すごいよく作られています。そして3匹の犬共通にこの首輪がついております。続いて胴体はこのようになっていて、これはね、実際のビーグルに近いような感じで、すごいよく作られております。前足と後ろ足はこのようになっていて、前足と後ろ足は造形はほぼ全て一緒になっております。続いて尻尾はこのようになっていて、尻尾については結構シンプルな造形になっております。はい、ではこちらのビーグルの可動範囲について説明します。このビーグルなんですけど、思ってたよりすごい動きます。まず頭部がボールジョイントになっていて、このようにぐるっと回転して、そして耳がヒンジでこのように可動します。前足後ろ足はピンパーツとなっていますので、このように可動します。足首がヒンジになってますので、このように可動することができます。尻尾もヒンジになってますので、このように可動します。はい、ビーグルはこんな感じです。はい、続いてはこちらのプードルです。プードルの胴体カラーはホワイトベースになっていて、この部分なんですけど、多分腹巻きだと思います。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。目のプリントパーツはビーグルと一緒になっていて、口の造形もビーグルと異なっております。そして共通の首輪がついております。続いて胴体はこのようになっていて、胴体の造形については基本的に先ほどのビーグルとほぼ一緒なんですけど、プードルにはこういう穴の開いたパーツがありますので、毛並みを再現しているところがさすがレゴクリエイターだと思います。尻尾については結構独特な形になっております。可動範囲については先ほどのビーグルと一緒で、頭部がこのようにぐるっと回転して、耳がヒンジでこのように動いて、足はピンパーツで根元からこのように可動して、足首はヒンジでこのように動きます。尻尾もヒンジでこのように可動します。はい、プードルはこんな感じです。
はい、そして最後はこちらのラブラドールです。ちなみにラブラドールなんですけど、今回組み立てた3匹の犬の中で一番大きいです。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形も2匹の犬とは全然違います。口の造形についてはビーグルと一緒になっております。そして一緒の首輪がついていて、胴体の造形については基本的にはビーグルとほぼ一緒になっていて、側面のこのパーツがビーグルと比べて一回り大きいです。続いて足はこのようになっていて、足の造形についてもビーグルと、まあほぼ一緒ですね。そして尻尾はこのようになっていて、尻尾の造形はビーグルやプードルとは違います。可動範囲についてはビーグルとプードルと一緒で、このように首が回転して、耳がこのように動いて、前足後ろ足ともにこのように可動して、で尻尾がヒンジでこのように動きます。はい、今回作った3匹をもう一度並べてみるとこんな感じです。ちなみに言い忘れてたんですけど、ラブラドールが一番大きくて、その次にプードルで、一番小さいのがビーグルになっております。で、このまま大きさ比較するとこのようになっていて、やっぱラブラドールが一番大きいですね。ビーグルとプードルと比べると、まあちょっとだけ長いですね。はい、可動範囲を生かしてこのようにお座りポーズをすることができます。これね、お座りポーズしてるのめちゃめちゃ可愛く見えます。可動範囲が多かったり、自立性もすごいしっかりしてますので、このようなポーズを取らせることができます。こういった可愛いポーズを取らせられるのもさすがレゴクリエイターだと思います。はい、今回の犬に付属する付属パーツを全部並べるとこんな感じです。付属パーツめちゃめちゃ優秀ですねいや、なんかね、僕的になんか犬を飼ってるみたいな感じになります。こんな感じでドッグフードを食べさせたり、おもちゃで遊んでてリードを持ってたり、であとは付属のブラシを使ってこうやって毛並みを揃えたりと、いやこれなかなか優秀だな。あとはこういったおもちゃを口に加えさせて実際の犬みたいにすることもできます。あとはこういうボールポイって転がして、あれ取っておいでみたいな感じにすることもできます。はい、レゴクリエイター可愛い犬たちのビーグル、プードル、ラブラドールはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター可愛い犬たちのビーグル、プードル、ラブラドールを組み立ててレビューしていました。このレゴクリエイターは僕が今まで作ってきたレゴクリエイターの中でかなりコスパがいいものとなっております。動画で言うの忘れてたんですけど、普通のレゴクリエイターの生き物系って多くて2体だったんですけど、この可愛い犬たちは最初の作品で3匹の犬が作れるというところがとても素晴らしいと思いました。一体一体の犬の造形が全て異なっていて、それぞれの犬種が個性が出ていてとても良かったです。あとはこの小物パーツがあることによって実際に犬を飼ってるようになりますので、これも素晴らしいと思いました。はい、次の動画ではこちらのミニアチュアシュナウザーとパグに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。